はい、皆さん、こんばんは。ミナッツ、スーパーファミコン、ファイアーエンブレム、紋章の謎、暗黒戦争編、パート39、やっていきましょう。第1部の11章、開始ですね。あ、こっちです。はい、トークさんいらっしゃい。そして、こいつは来なかったな。こっちから行けばいい。あれ説得できねえ。あれか先、カチュアか。カチュア説得して、カチュアで、パオラか。確認しなかったな、それは。とりあえず、ここ跳ね橋を、下ろして。あ、こいつナイトキラーとか持ってんじゃねえか。あ、やべえ。やべえ。ジュリアン殺されてしまうぞ。あー、何も考えずに跳ね橋を落としたけど。元隊長なのに。ねえ、元隊長なんだけどね。信仰心が薄いんだ。いやー、あー、ちょっとまずいぞ。とりあえず、こいつで、仲間に加えて、アストリア、あなたこんなところに、ミディア、ミディアじゃないか、無事だったのか、よかった、会いたかったよ。ああ、アストリア、何も知らされていなかったのね。アリティア軍が来てくれて、パレスは解放されたわ。私たち人質も全員解放されて、今はアリティアと共に戦ってるの。だからもう敵に協力する必要はないのよ。そうか、よかった。じゃあ俺もドルー相手にもう一度戦えるんだな。ええ、これからはまた一緒にいられるわ。もうあなたのそばを絶対に離れない。リア充ども。戦場でこんなんやったら絶対狙われるよな。戦闘効果あるって知ってました？並べてないとダメなんだっけ？ごこめさんいらっしゃい。あの、支援効果だよね。並べてなくても OK なんじゃなかったっけ？ちゃったっけ？アイマスまでは OK だったかな。だよね。こいつを壁に使おう。そうしよう。で、なんとかこいつをこのターンで倒したい。倒したい。倒したい。リンダでかなぁ。あれ、こいつ高速なんだっけ？ 7 か。7 か。倒せるかな、これ。最悪オーラとかも考えた方がいいかもに。そうねー。あー、てかこいつ必殺12もあんのか。ちょっと、
どうせオーラとかも余るよきっと。うん、使う相手が限られるからな。18当てれれば勝てる。18当てれれば。18当てれるね。お、当てれるな。よし、オーラ。初めて使うぞ。外すなよ。あ、外す可能性が。え、今のはパンチラなの？見えなかったんだ。よく。あと5か。よしよし。こいつら手やり持ってるのか。持ってるな。よし、狙われるな。クソ、地味にいやらしい。襲っては来ないと思うけど。さて、アストリア、死ななきゃいいけど。まあ、どうせこいつ二軍だからいいんだけど。最悪死んでも。お、いい感じに減らしてくれるな。ナイスだ。手やりはできれば避けてほしいな。ダメか。もうさすが。ナバールさんやります。で、こいつらが宝取った。初期風球は基本的に弱いからね。だね。さあ、これでカチュアを仲間にできるか。あれ？あ、そっか、銀の弓の攻撃クラスだから。ああ、そうなのか。ドスバンはひどかった。あれ？ちょっと待って。あれ？ミネルヴァで説得できないんだが。あ、違った。カチュアじゃなかった、こっち。あ、そうなんだ。君といる？おや？あれかな？揃ってないとダメ、もしかして、三姉妹。どうしようね。ヒントか、聞いとこうか。あれ、普通にミネルヴァだと思ってる。ほっといていいよ。ほっといていいのか。三姉妹揃わなきゃダメかなーとか思ったけど。あれ？てか、パオラの方がもしかしてお姉さん？レベルがこっちの方が高いぞ。そうだよ。あ、そうなんか。こんばんは、こなっちわん。はい、バーツさんいらっしゃい、こんばんは。じゃ、とりあえずまあ、下をどうにかしたい。ちょっと、ほっといて良さそうだったら、こいつを。
キレベルが1上がっただと。力上がってくれよ。ほっといていい理由はすぐわかるので。はーい。待機して。まったく、ファイナルファンタジー放送のタイミングに合わないマンなんだけど、わらわら。まあ、平日の日中、主にやってるんでね、見れる人の方が少ないんじゃないでしょうか。自分でやっといてなんだけど。なんで、そんな人のためにね、ブロマガを書いてるので、まあ、よければそちらで保管をしてくれれば、いいかな。こいつは動画で倒すとして。ほい、オッケーディー。位置取り間違えたかな、ね、まあ、いっかなぁ。他減ってるやつっていたっけ？ちょっと鳥で陣取られても困るから。置いとこう。ここに。えい、とりあえず端子入れようかな。お、お前が出てくるのか。そうか、回復持ってるからか。じゃあ左上のやつも来るかな。あら、手やり先が来た。お前先来ると思ってなかったんだな。お前ら分担しろよ。わかった。攻撃をしてこないっていうことでいいのかな。誰かに近づこうとしてるよね。ああ、マルスか。マルスを囲んでるからこいつら来れないのか。なんかね、マルスに近づきたいんかなとかちょっと思ったけど。そうそう、とりあえず置いとくか。どうしよう、ちょっと硬めの敵、硬めの、あ、こいつナイトキラー。そうか、ナイトキラーがいいのか。そうか、ナイトキラーのやつがいるのか。下げよう。どこから来る？ぐるって回ってくるのか。お、ナイス。え、手やり相手に2回攻撃できない？マジか。盗賊何パクったか確認した方がええよ。ああ、そうだね。
お、マルス様、お久しぶりです。カチュアです。ミネルヴァ様がようやくマルス様の味方になられたと聞いてお待ちしていたのです。私も頑張りますから、よろしくお願いしますね。はい。マルス様、はじめまして。私は白騎士団のパオラと申します。マリア様が助けられたと聞き、妹のカチュアと二人でマケドニアから逃げ出してきました。うん、こいつらはね、育てる予定ですね。カチュアが約束した通り、私たちもミネルヴァ様と一緒に戦います。でもまだ一番下の妹、エストがグルニアに行ったまま帰らないんです。あの子が帰ってきて、三人一緒になれば少しはお役に立ってみせるのですが。ちなみにその理由は知っていたりする。13か。倒せるかな。チートだからね。チートだからね。まずはゴードン倒すか。成長率ぶっ壊れてるからな。3人目ってエスト？エストの成長率がおかしい。そんなに？上2人も十分高いのに。おお、そうなんだ。それは楽しみですね、育てるの。てか、ペガサスナイト、シーダもだけど、あいつら成長率高いんか。悪魔だった。悪魔。白い悪魔か。ああ、魔法じゃないと辛いか。ただ手ありがなぁ。そっか、鋼を装備してたから2回攻撃じゃなかったのね。ともペガサスで十分戦えるからね。おお、そうなんだ。相手 D ナイトになる必要もない。それを思ってかリメイクでは F ナイトになれた。F ナイトってなんだ？新しい職業？ファルコン。あ、ファルコン。ああ、ペガサスの上があるのね。へえ。あ、じゃあペガサスの上級職がファルコンとドラゴンの二つ選べるってこと。ドスバンはね、新紋章の謎だよね。じゃあ、新暗黒竜か、これは。そうそう。そっか。早くね、この攻撃した時に結果を見れるっていうシステムが導入されたファイアーエンブレムになりたい。ダメージのこと？そうそう、ダメージとかそういうのを見れるシステムがね、まだないじゃない、このスーファミ版だと。ウバからだっけ？ GBA からかな。スーファミ版は、戦闘前にね、そう、戦闘前のその敵をターゲットした時に見れるシステムがね。おー、リンダいいね、力上がったよ。早々に力上がってくれるのはかなりありがたい。こいつは低いからな。まだ。マリックで、
3だもんな。それを考えると、あと、11上がって、1上がったら儲けもいいな。その無理符はちょっとへたれてるかも。うん、ちょっとね、ちょっとね、うん、っていう感じだね。できればなぁ、この段階で、力5とか上がっててくれればよかったんだけど、あまり力上がってくれなかったね。残念なこと。ちなみにパワーリングでも魔法攻撃上がるからね。力が上がるからだよね。最悪ね、それであげようかなとも思ったんだけど、確か余らせてる。そうそう。余らせてる。余らせてるはず。あれ？余らせたよな。確か使ってないね。うん。パワーリングある。天使の衣をどうしようかな。あ、女神像。そういえばさっき手に入れてたな。あ、これ。誰に使うか考えてなかったよ。マニュアルは売って金にしてもいい。そう、武器レベルはなんかそこまでじゃない気がするんだよなぁと思ってて。その、武器でいう、カエル中だと多分銀の槍が最強でしょ。で、これが装備できるのがレベル7だから。マニュアルは必要な人はそうはいないからね。うん、そうそういないんじゃないかなーって。銀シリーズ装備できればいいかなと思ってんだけど。よっぽどだよね。そうなると。どっかに乗ってたっけ？あー、武器レベルは見れないな、ここの画面で。あ、乗ってるな。ジュリアンが低いな。わこぶと言われるくらい武器レベルはすぐ上がるからね。そうそうそう。ジュリアン低いな。育ててないからっていうのもあるけど。ね、技幸運武器レベルはすぐ上がるからね。まあ、手やりくらいなら受けてやろう。ジュリアンはドラゴンキラーまで使えれば十分だから。ああ、ドラゴンキラーってそういえばどうしたっけ？あ、返したか。え、ドラゴンキラーって、ドラゴンキラーってレベルいくつ？これか。ああ、7か。あと3上がらないと使えない。銀の、銀シリーズを装備できればって感じか。これ3か。あ、9なのか。槍と違って。ちょっと違うね。あれ、倒せるか、これ。18。まあ普通にやってても10くらいはいくよ。よし。よし。あー、嘘だろ。回心上がっ、回心出てないよ。守備力上がったけど。ナバールもな、力上がんねえんだよな、全然。残念なこと。てか全体的に力は上がりづらいのか。って言ってたよね、確か。守備上がったから上々。うん。傭兵で守備は結構重要だよ。守備は剣士だからね。ああ。終了まであと5分。なんか若干違うのか。ジョブが。
もともとゼミの剣士だから当然なんだけど。ああ、そういうことか。ちなみに剣士の上級速は？ソードマスターとかこんな感じ？ソドマス。あ、マジか。冗談で言ったら当たってたよ。さあ、こいつらも育てないとなぁ。理想体利用して受け取ろう。鉄の槍ある、鋼の槍。合わせば。金の槍。いらないか。まあ、あんまり使わないだろうから。低いの。預け。あ、そしたら見れるか。いらんかったやな。この勝利。終了まであと3分になりました。それだとしたら。若干もったいなかったかな。三姉妹で髪の色違うけど母親息してる？いや、もしかしたら、母親の色を、父親の色で合わさった色かもしれないじゃない？エストは何色なんでしょうね。三色。まあ、ゲームの髪の色なんでね。あ、天魔騎士団。現れた。え、二体だけ？おいおい、遠距離からかよ、アーマーナイトが。あ、そういえばアイテム見てなかった。で、逃げちゃう。これやっぱ逃げるんかな？村を襲ってこない？村を襲ってこないんかな？シルバーカードって何？そっちに行ったってことは逃げると思う。やっぱ逃げるんかな。アイテム半額券。あー、そういうこと？こっちは金か？逃げるんじゃないかな？逃げるんかな？もし逃げるんだったら。え、マジで？永久使用可能なの？あ、シルバーカードを持ったまま行けば安く買えるってことか。終了まであと1分になりました。あー、なるほどねー。てかあれか？これ逃げるん、ちょっと。そういうこと。逃げるんだったらさ、やり直したいんだが。とりあえずね、今日はこの枠で終わります。で、ちょっと。次枠予約を無効にしました。確認しときますね。使ってもいいと思う。確認して逃げるんだったら、ちょっとやり直しますね。終わりか。はい、終わりです。66個目さんいらっしゃい。お疲れ様でした。おっすおっす。はい。で、もしね、次始めたとき、スタート画面だったら、察してください。やり直したんだなって。はい、では、お疲れ様でした。また次回よろしくです。